京都へおいでやす。どうも、ミスター京都役です。今日はね、錦市場、京都の錦市場をちょっとブラブラして、なんかね、立ち飲みもできてるみたいなんで、その辺でいっぱい飲んでいきたいと思います。それでは今から行ってきます。ゴーゴー、ドリップゴー、レッツゴー。こんなとこがあったんで、今から入っていきます。生ビール100円、ビールマン100円、全部100円、なんか知らんけど、行きます。あれ2階やから、普通の人に、セレブの店は、サバカキの人は、ハイボール。これ全部100円。とりあえずハイボール一杯目がこれ。また後で書きます。でこれ1品108円、料理は108円。とりあえずハイボール。お疲れ様です。これね、これいきます。カモ、調子うまい、うまい。108円。次これなんか知らんけど、チキンかな、いってます。鶏の唐揚げの甘酢あんが中華料理みたいにうまいです。うまいな、これ手作りなんだな、これ全部108円、素晴らしいですね、全部108円。お店の名前も100円。料金設定がね、いまいちよくわからないんだけど、1杯目はあのシングルが100円で、ダブル200円で、1杯目はあの入店料108円取られる。まあ、そんな高くないです。ウイスキーを2杯飲んで、お惣菜を適当に頼んで648円。素晴らしくないじゃん。素晴らしいです、素晴らしいですね、いいお店です。ごちそうさまでした。いきなり錦の商店街入る前に立ち飲みを見つけてしまいまして、100っていう立ち飲みなんですけども、食べ物が全部100円、600何本しか払ってないです。京都のせんべろ、ぜひ来ていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただき、ほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。